北九州市の旦過市場で起きた大規模火災から今日で2年です。2度の火災に見舞われた市場では再整備計画が進んでいます。旦過市場は2年前の4月19日に大規模火災が起き、その後8月に起きた2度目の火災と合わせて87もの店舗が被災しました。ちょっと少ないかな。店がね、ほらずっとね、前のことないもんやけね。北九州市によりますと、仮設店舗のエリアではおよそ8割にあたる21区画で営業が再開されています。また市が進めている再整備計画のうち、新しい商業施設については今年度中の着工を目指しています。さらに北九州市立大学の進学部を誘致する動きもあり、旦過市場は建物ばかりでなく、かつての活気を再生させる取り組みが進んでいます。